はいどうも皆さんこんにちは、のしです。今回はお家のお留守を守ってくれる番犬付きハウスの作り方をご紹介したいと思います。まあ、正確には番犬じゃなくてオオカビさんなんですけどもね。こちら今ドア閉まってますけども、このワンちゃんがこの犬小屋から出てくるとドアがねこんな感じに開くというような感じで、まあ自分がねお出かけしてる時にこのワンちゃんがこちらの犬小屋に入ってる限りはこちらのドアが閉まってるという感じのセキュリティハウスですね。もちろんね家の中からもドアをね開けたり閉めたりするといったような仕掛けも作っております。まず材料の方からですね。ホッパーとレッドストーン反復装置とレッドストーンコンパレーター、レッドストーン松明、レッドストーンの粉64個ありますけれども、これは、犬小屋から自分のお家までの距離によって増えたり減ったりしますが、まあ64個もあれば足りるかなと思います。あとドロッパー2個と鉄のドアと重量感知板ですね。あとは木のボタン、あとは丸石などの不透過ブロックをいくつか用意しておいてください。はい、それではね、早速作り方の方をね、ご紹介していきたいと思います。まずワンちゃんはね、確保しておきましょうね。で、このように首紐で柵とかにつないで、待機させておきましょう。で、ワンちゃんの小屋の中に感知板を設置します。で、ワンちゃんがこの感知板乗った時に、レッドストーン信号がね、この感知板の下からね、出ますから、その信号をうまく使っていくという感じですね。で、今押してる段階ですので、この感知板の真横、まあ、こんな感じに掘って、で、ここ、感知板の真下のところに、レッドストーンの粉を置くと、このように点灯するのがわかるかと思います。で、この信号をうまく使って、まあ、ドアのね、開閉をさせていくという感じでございますね。で、2マスずつ掘って、まあ、この位置かな。この辺りから、お家の中にレッドストーン信号を引き込みましょう。で、ここがドアですね。で、ドアのところまでこんな感じに掘って、で、レッドストーンの信号を、まあ、粉でね、このように伸ばしていきます。距離が足りないときはね、反復装置とかを使って、家の中に引き込んでいただければと思います。はい。で、ここがね、ドアが設置される場所ですね。で、ドア設置前に、ここにドア設置されるから、まあ、こんな感じに掘って、で、ここの先に、丸石とかのね、不透過ブロックを置きます。で、このブロックの側面に、レッドストーンのね、松明を置きます。はい。で、ここに鉄のドアを設置します。で、今ワンちゃんが乗ってくれているのでね、感知板の上に、まあ、うまくこんな感じで、レッドストーンの信号が、ここまで来て、あの松明によって、ドアがね、今閉まってる状態ですけども、このワンちゃんを感知板から下ろしてあげると、まあ、ドアが開くという感じになります。で、今度はお家の中からボタンをね、押してドアが閉まるようにする回路を、まあ、この辺りに埋め込んでいきます。で、ボタンをこのドアから2個目、ここの下辺りに設置します。ちょっとレッドストーンの回路とかをこの辺に作っていくので、まあ、作業スペース的なものも含めて空間をね、用意しておきましょう。で、そうしましたら今度ね、ボタンの真下、このように掘って、その下にこんな感じにレッドストーンの粉を置きます。で、置きましたら、このレッドストーンの粉の先、ここにですね、反復装置をこのように設置します。このボタンを押した時に、レッドストーンの粉で反復装置というように点灯するようにしておきます。反復装置の先を1個、2個、このように掘って、で、ドロッパーを上向きに設置して、で、ドロッパーの上に、しゃがみながらドロッパーをこのように設置します。で、下のドロッパーに向かってホッパーを設置します。設置しましたら、今度ホッパーの上に、このように反復装置を置きます。で、反復装置の先に丸石を設置します。で、このドロッパーの中に、まあ、適当なアイテムをね、1個入れときましょう。で、これをすることによって、オンとオフを切り替えることができる、トグルスイッチ的な感じの回路になるので、これを使っていきます。で、そうしましたら、今度はここにレッドストーンの粉を置きます。で、その先に、透過ブロックを置いて、その先にレッドストーン反復装置を置いて、で、その先にレッドストーンの粉を設置します。そうすると、ドアが閉まったかと思います。で、内側からのドアの開閉はこのボタンで行うことができます。で、回路完成しましたので、あとは床材と同じブロックを使って床をこんな感じに埋めます。で、外側もちょっとね、このように回路剥き出しのところがありますから、
まあ、これもね同じようなブロックで埋めてあげればね OK かなと思います。で最後動作確認して終わりたいと思います。まあ、今はねワンちゃんがこの感知板の上に乗ってないので、まあ、当然ねドアは開いてる状態ですね。でワンちゃんを感知板の上に乗せてあげましょう。そしたらねドアが閉まっているということが確認できるかと思います。でワンちゃんをじゃあ外に連れ出して、でお家の中にちょっとワンちゃんと一緒にね入っていって、内側からのボタンでちゃんとドアが閉まるかも見ていきたいと思います。はい、こんな感じにドア閉まりますね。でボタンで、はい、ドアが開くというところまで確認できたら OK かと思います。でこちらはねもう心ない人がね番犬を犬小屋から連れ出したりとか、あと番犬の命をね奪わない限り誰もお家に入ることができないというようなセキュリティハウスができました。まあ、そんな番犬をね人ん家から勝手に連れ出したりとか、番犬の命を狙うようなそんな無慈悲な人はいないはずですから、まあ、ほぼねこれセキュリティ的には万全かなと思います。はい、ということで今回はお家の留守を守ってくれる番犬付きハウスの作り方のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!